はい、清水です。トフォファンダを27かな、最近ね、もう何日目か忘れちゃう。今日は台南新英区から西港って書いたシーガンクっていうんですかね、そこの宿に向かいます。多分25キロから30キロぐらいあると思うんで、まあ心していきたいと思います。昨日の宿ね、こんな広くてもう快適でしたね。今日も頑張ります。はい、今日もね、天気が良すぎるぐらいいいです。日差しが強そうだな今日も。まあ休憩取りながらゆっくり来たいと思います。いい公園ですねここ。台湾リスがいるね。わあ、早いね動きが。台南まで来るとね、南国の日差しだなって感じ。日差しも強いし気温も高い。今日はね、出発がちょっと遅れちゃって、もう11時過ぎ。ご飯食べてる暇ないんでね、これ歩きながら食べれるから便利だね。谢谢谢谢。来，你走那个，在这边我拿个东西给你吃。啊，导林，我叫人家做好了，我马上过去。啊，你自己走，我从。哦 ，OK OK。みんな親切だね。今日の道もね、ひたすら何もなさそうな感じ。ちょっと街中外れるとこんな感じですね。コンビニでお水買っといてよかったな。これをあと25キロ歩くっていうね、ちょっとなえるね。这里有一个很瓜拉链，知道吗？这个秤高那个从日本哈，那个人已经101岁，101岁了，那个。这边秤瓜，瓜拉链知道吗 ？I don't know。好，这边。我不知道。OK OK， 谢谢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 ，拜拜。あのおじさんわざわざなんか買ってきてくれたよ。トーファみたいなのを買ってきてくれました。なんちゅう優しい人だ。トーファだった。美味しいわ。あ、おじさん行っちゃった。本当にありがとうございました。ローカル感満載の食堂。あ、昼からビールやってんな。いいな、いいな、おじさんたち。なんか歩いてたらね、こんなのがありました。なんて読むんだろう。ウージンファイ音楽記念館。台湾で有名な作曲家で歌手の方の聖歌だそうです。この人かな。これ清水寺かな。从台北。从台北。今天第27天。27天。啊。哦，要今天要住在台南，晚上。西港，西港区买 hotel， 西港区啊。西港。谢谢。谢谢。ありがとう。Thank you。バイバイ。バイバイ。Thank you。午餐，午餐，我看看的，啊，那过好，哎，一个面包，啊，谢谢，哦、谢谢。你下一站要想去哪里？西港，小区，西港。我带你在这个，这里是柳营区，柳营区，我们有一个也是到日本去学画画的一个画家，有一个古厝，像这个是古厝，这个是去学音乐。差不多跟他同时有一个门可以进去，这个旁边的门，就旁边，
嘿嘿对谢谢谢谢不谢谢谢Thank you バイバイパンくれました今日もなんかもらってばっかだね本当申し訳ないぐらいパンいただきますこの辺に見に行った方がいいよってものがあるみたいで日本の時代の1930年のどうのこうの絵がどうのこうのとかなんとか言ってたような気がするんだけどあんまりよく分かんなかったんだけど、まあ、とりあえず場所分かったんで行ってみます何があるんだろうねとりあえず行ってみれば分かるか中国語難しいわ単語単語で推測するしかないねとりあえず音楽記念館の方の言ってたとこに来てみましたけどねビューチャーグッズ昔の家なのかなでなんか門は閉まってるけどどっか横から入れるとこがあるみたいななんか言っててあそっかこれかなこれだなリュウチシアンミュージアムああ美術館ねあなんか昔この人が住んでたのかないやここはね素晴らしい美術館でした来てよかった音楽記念館の方が教えてくれなかった素通りするとこでしたやばいよもう1時過ぎちゃった今日寄り道ばっかしてたからねまだ20キロ以上残ってる日没までにねつけるかどうかちょっと怪しいな急ごうこの辺はね牛がいっぱいいるみたいねもうそこら中牛だらけ駅の看板も牛だねこの道やば全然日陰ない多分コンビニとかもないしねびっくりした牛かと思った牛じゃないよね上越マジで果てしない灼熱だよ終わりが見えないね干からびちゃうよもうこの一本道マジできついわ日陰が全然ないもんね、はあはあ、これ水なかったら死んでたよよかったコンビニで水買っておいて汗がダクダクでね日焼け止めが溶けた汗がね目に入って痛いんだよね牛を飼ってるところが多いねやっぱりあそこもそうだしここも牛臭がすごいね5キロぐらいノンストップでね急いできたら調子悪くなっちゃったよ熱中症だねこれはねやっと大通りに出たあと15キロ6時前には着きたいな、マドーまで4キロもうすぐでマドーに着きますトゥブファンダオあっああソン台北あソン台北あおソン台北清水番号清水番号いやあオッケーオッケーオッケー I have to ゆっくりゆっくりいや Thank you Thank you 好好バイバイバイみんなやってね乗ってけっつって言ってくれるね本当ありがたい乗ってきたいのは山々なんですけど歩かないといけないんであと15キロ頑張ります
立派な鶏、まるまる太ってて美味しそう。今日コンビニまだ1回も立ち寄ってないな。コンビニ自体がないもんね。きつい。やっとあったコンビニ、やっと休憩できる。今日はちょっとね、疲れ方が半端じゃない。今んとこ 18.6 キロ、残りがね11キロ。Later. 社員、アーローのお店が多かったんですけど、やっぱ有名なんですね。Later. 日が暮れちゃったよ。まだあと1時間もある。もうマジでなえる。ちょっと欲張りすぎましたね、距離をね。もうぐったりだわ。夕日のグラデーションが超綺麗。あ、ここなんかパームツリーがあって LA っぽい。ちょうどこんな感じだね。こんな道行くの怖いわ。ここでスマホの電池切れて地図見れなくなったらもう泣くよね、本気で。僕の地元の蒲郡はね、結構こんな感じだね。夜は田舎だから。ファンダオ史上最高に怖い道。明かりゼロ。これカメラの明るさマックスで、これやばいな。この道超怖いぞ。真っ暗だよ、もう何も見えない。やめてよこんな道。上に道路が走ってるな。ちょっとここ大丈夫？うお、最高に怖い。トンネル。お、バイオハザードじゃんこんな。うわ怖え。怖。よっしゃ、なんとか抜けた。運命の分かれ道。こっちのね、真っ暗な方に歩いていくと4分早く着く。こっちの街灯のある方に歩いていくと4分遅く着くそうです。どっちにしよう。怖いからこっちにしとこう。遅くても明るい方がいいよね、4分ぐらいならね。あー怖かった。やっと明るい通りに出ました。あと2キロ。車の通りがあるのが本当にありがたく感じる。チーグ全然つかねえよ。なんだよもう。やっと明るくなってきた。ホーインってとこに来ました。あと多分300メートルぐらいで着きます。なので先にセブンでビール買ってこう。Hello. Hello. Ah, sorry, I'm late. Okay. Ah. Fifth. Oh. No, today is 27th. Today is the. Today, I came from Xinying. Xinying. To here. which day are you from Taipei? October 26th.October 26th. Yeah. Oh, so many days. So many days. Okay, okay. Ah, thank you. You can pick anyone. Okay, only me? Three book, but you are first one come. Ah, okay. I don't know when you'll come. はい。というわけで、なんとか宿に到着しました。今日の走行距離、31.1キロ。マジできつかった今日は。セブンイレブンでね、酒と食べ物買い込んできたんで、もうパパッと食べてちゃちゃっと寝ます。
今日のラインナップこんな感じ。明日はいよいよ台南市内に入ります。というわけで明日の動画もお楽しみに。それではまた明日。何これ。